ミリアム・マンザノは、オーストラリア・シドニー出身のフィギュアスケート選手。オーストラリア選手権優勝。2003年メラーの杯優勝。4歳の時アイスショーを見て、スケートに興味を持ち、ローラースケートを始める。アイススケートのレッスンを始めたのは12歳で、また18歳になるまで3回転ジャンプは飛べなかった。1990年、15歳で、 オーストラリアフィギュアスケート選手権、ジュニアクラスで優勝し、国際大会にデビューする。1993年に、オーストラリア選手権、シニアクラスを制し、以降3シーズンオーストラリア代表として、世界フィギュアスケート選手権に出場した。1997から98年シーズンをもって、競技引退し、以降2シーズンスケートから離れたが、2000年に復帰。 2002年世界フィギュアスケート選手権では16位に入り、出場選手数に対する順位ではオーストラリア、歴代最高記録となった。2003年メラーの坂月で国際競技会に優勝。2002から03、2004から05、2005から6年シーズンには ISU グランプリシリーズにも参戦した。ありがとうございます。